し、今回は関心海中編、天才将軍の戦いと栄光を、元気よく語っていくぜー。今回は蘇関戦争がメインだものね。ついに関心の真の実力が示される時ね。そうだ。関心が関の大将軍となるまでの紆余曲折の道のりは、前回の関心の動画、前編、立志編をご覧いただきたい。今回は彼が不朽の名声を得ることとなった数々の戦い、また、関心の悲劇的な最後、そしてその後の中華の歴史を決めた、降雨、雄鳳に続いて天下を三分する第三局になりかけた際の運命の決断、といったことを中心に、やがて王となる関心の大活躍について語っていくぜ。前回は無職成り上がり物語だったけど、今回は名将として大活躍、そして王となった彼に迫られる運命の決断。うおう？今回は血は気肉躍る回になりそうね。歴史を揺るがすほどの栄光の絶頂に至り、そして失墜していった、英雄関心の活躍パートを堪能してくれぜ。ではそろそろ始めよう。この動画は歴史の真実とロマンを追い求める、序盤に、だ、パレストリーな人間の提供でお送りします。さて今回はまず、雄鳳が挙兵して蘇関戦争が始まった当初の天下の情勢から、見ていこう。時は前206年、すでに神話滅び降雨が天下を明け、全国18の国に諸侯を封建した後の話だぜ。関心を関の大将軍に任命し、秦の古地平定に乗り出した雄鳳。関心の策により、このいわゆる三神の地を容易に平定した彼を、降雨に不満を持つ諸侯たちはもろ手を挙げて迎え入れたのだぜ。といったところが前回までの天下の情勢だ。今回は他の諸侯の動向についても、少し話しておこう。関王雄鳳が関中を制した前後、かつての姓の地では降雨の文法に対する不満を持った者の決起により、大混乱に陥っていたのだぜ。立ち上がったのは伝英という人物である。彼は姓の王族出身で、後秦戦争の功労者だった。彼は降雨が西欧に伝統を封建したことが許せず、兵を挙げ伝統を駆逐、さらに余生を買って高等王伝氏を殺し、これも降雨から冷遇された盗賊出身の軍友、宝越と組んで、西北王の伝安をも滅ぼしてしまったのだぜ。伝英、姓を制覇してしまったのね。すごいわ。また、北の炎王像とは両党王観光を殺し、その領土を併合した。北方でも好き勝手する王がいたのねー。さらに河北、三西方面では、陳余が大王朝圧を立てて朝王とし、長山王朝寺を駆逐して朝の宰相及び大王の座に着いた。朝寺、それは春秋時代の秦の文公、名前は似ているがこっちは朝寺だ。この朝寺と陳余はかつて、墳渓の交わり、を結んだ仲だったのだが、後秦戦争の中で行き違いが生じ、互いに深く恨むようになっていたのだ。あんなに一緒だったのに、夕暮れはもう違う色なんだぜ。ちなみに元親友陳余に一族を殺され定山王の座を追われた長寺は、関王雄鳳を頼り、関心の右腕となるのだぜ。さて、このように北方では方々で、降雨の封建を実力で変更する動きが起きた。これにプラスして雄鳳の関中侵攻、そして平定でしょう。降雨が作った秩序、ぐちゃぐちゃやんけー。ははは、降雨が武力以外でボロクソ言われる理由がここでもわかるよな。文法するのって案外難しいのねー。さて、このように全国各地でも目まくった降雨の文法体制なのだが、彼が特に問題視したのは、自国姓そのすぐ北の姓の混乱だった。安全保障上、隣国姓が統一され強力になり、しかも降雨に不満を持っている人物が、国のトップだものね。どう考えても一番やばいわ。そう、伝英が力で三姓王から国を奪って自ら真の姓王となったことは、姓祖の覇王降雨としては絶対に許せることではなかったのだ。だから降雨は自ら祖軍を率い、姓に侵攻したのだぜ。降雨自身が出てきたか、伝英やばくない。やばいぜ。伝英の協力者だった宝越は一にも二にもなく遁走。そして降雨と直接対峙することとなった伝英は三カ国をまとめた西軍を率いるも、降雨によってこっぱみじんにされ、彼は逃走先の西の民衆に殺された。伝英、やっぱり負けちゃったか。伝英を殺したのは一般庶民だ。彼らは伝英を殺して首を届けることで、降雨に恭順の意を示したのだが、ここで降雨の悪い癖が出てしまう。
彼は姓の裏切りを許せず、行く先々で城郭を焼き払い、人々を虐殺していったのだ。ひえー、そんなことしたら、姓の抵抗はますます激しくなるんだよな。項羽は新たに殿下を立てて姓王としたが、殿英の弟殿王が兵を集め、項羽、殿下に反抗作戦を展開、彼らに煮え湯を飲ませた。こうして泥沼の戦いになっていくかに思われた。項羽の姓攻めだったが、ここで劉邦が本格的な闘神を開始したのだ。関心の策で漢中を制圧した劉邦は、函谷関を抜け洛陽を通過し、項羽の本拠地、北条を落とすべく進撃したぜ。漢中から北条か。道中には諸侯も多くいるし、なかなか苦労しそうな道のりね。しかし正義王義老、陰王芝剛、河南王信陽、漢王貞昌は、元より項羽への忠誠心は高くなく、わずかに攻めただけで次々と降伏していった。そして劉邦方についたこれらの国々の軍を引き入れた劉邦軍は、56万もの数に膨れ上がり、三路に分かれて北条を目指し、各地で項羽軍の守備陣を撃破していき、ついに北条を落としたのだぜ。うおお、すごいじゃない？一気に項羽の本拠地を落とすなんて、これは劉邦、項羽に勝ったも同然ね。劉邦も霊夢と同じように考えていたのだろう。かつて真の都官僚に、一番乗りした際には、家臣の諌めにより略奪を慎んだ彼だったが、項羽の本拠地北条を落とした今回は完全に舞い上がり、略奪に走って項羽の後宮の浮上すべて我が物にして勝利の美酒に酔いしれた。なんだか危険な感じがするわね。この時劉邦の慢心を諌める者はいなかったのかしら。不思議なことに、そのような記録は残っていないのだぜ。この時期すでに劉邦の参謀長僚も彼の元に復帰しているのだが、姿が見えない、またよくわからないといえば、我らが関心の動向もそうだ。とにかくこの時は、諸侯を糾合し北条を落とした劉邦が得意の絶頂にあったことだけが、クローズアップされているのだぜ。まあ劉邦の思いとしては、姓の制圧に苦戦する項羽の背後を襲い、まんまと本拠地を奪ってやったぜ。このまま諸侯との連合軍56万で、項羽軍を姓と強撃し叩き潰してやるぜ。とりあえず準備が整うまで、酒じゃ、女じゃ、百方位、といったところだったのだろう。まあ確かに、項羽が姓に釘付けになっているなら、大軍を要していた劉邦の余裕もわからないではないけど、しかし相手はあの項羽だったのだぜ。彼は軍の主力から精鋭を3万抽出し、自ら率いて北条へ向かったのだ。3万対56万、戦いを挑むには同化してるくらいの兵力差だったが、怒りに燃える項羽とその精鋭騎兵は怒涛の勢いで北条に突撃し、慢心しきった連合軍を蹴散らし、木っ端みじんに叩き潰したのだぜ。回乱し逃げ惑った官軍をはじめ連合軍は、烏合の衆と化し、項羽の執拗な追撃により、川を渡るたびに万を超える兵が、溺れ死んだという、おびただしい数の死者により、川の流水はせき止められ、下流は血の川が続いたともされるぜ。ひえー、項羽はこの戦いで劉邦を仕留めるつもりであり、劉邦は敗勢の中一時は楚軍に包囲され、神風とも呼ぶべき突風が吹いたおかげで、戦場から離脱できたのだが、その後も楚軍に追いに追われ絶体絶命の窮地に立たされ続けたのだぜ。彼の有名なエピソード、我が子を馬車から投げ捨てる、という話は、この時の話であり、その劉邦の子を助けたのは関心の命をも助けた、あの加工栄である。きゃあ、加工栄さん素敵。さて、我が身を示唆に子を投げ捨てるという集大の極地に至った劉邦、彼の元に集まった諸侯たちも、この北条の戦いの結果、一気に離反していったのだぜ。しかも最初に項羽と戦い始めた姓の殿王まで、一時的に停戦協定を結んでしまうなど、劉邦に傾きかけた天下は、項羽の圧倒的な具によって、祖に引き戻されたのだった。関心は、名将関心はどうしたのよ。関心はこの時敗れた官軍をまとめ、祖軍の追撃を慶応で食い止めたとされている。やっぱり国士無双、頼りになるー。さらに慶応には昇華が送った援軍も到着した。上昇さすが、三級昇華、フォーエバー昇華。さて、昇華が送った援軍と関心の指揮で、なんとか慶応に入り軍を立て直した劉邦。しかし悲惨な敗れ方をした彼は諸侯たちから見放され、劉邦本人も、
もはや軍信公とやり合えるはずなどない、と意気消沈していた。ちなみにこの時劉邦の妻余光や彼の父母も項羽に捕らえられてしまっていた。劉邦、北条の戦いで本当に多くのものを失ったわねー。しかしここで、劉邦に巻き返しの戦略を示したのが、張良である。来た、天才軍師張良。張良が示した起死回生の戦略とは、次の3つのものだった。項羽配下で旧項王に報じられた猛将英夫、芸夫は、項羽に不満を抱いており、使者を送って罹患させて味方につけることで、項羽の背後を脅かすことができる。これが一つ。張良の見立ては全く正しく、英夫は項羽が西を攻めた際にも援軍を壊れたが、部下を送っただけで自らは領地に留まり、項羽との関係は冷め切っていた。次の戦略は、黄河下流域で独自の勢力を維持し活動していた宝越と、同盟を結び、こちらも味方につけることだった。西の伝英と協力したこともある盗賊出身の軍友宝越は、ゲリラ戦を得意とし、劉邦と結んでからは主に背後から項羽の兵端を叩き、彼を苦しめていくこととなるのだぜ。そして最後の一つの策、これは関心に一軍を授け、北方の攻略に当たらせることだ。この策、関心の負担でかくないっすかね。でかいぜ。英夫に項羽の背後を脅かさせ、宝越に項羽の兵端に打撃を与えさせ、北方の正義、上、大と上山、遠、遠と両党、西、西北、西、高等、は、関心が攻略するという策だ。よく聞くと割ととんでもないことを、張良は提案してるんだよな。こういう包囲網を築くのはわかるけど、北は全部関心にお任せ。ってやばすぎんよ。英夫、宝越が劉邦になびくことがわかっていた天才軍師張良だ。関心ならやれると確信していたんじゃないかな。ちょっと頭がおかしいわね。いい意味で。しかし張良のこの策に、実に明暗である、と即座に乗る劉邦もなかなかのもので、実際にこういう包囲網が形成され機能するまで、優勢にある項羽の攻撃を、受け止め続ける役が必要だったのだぜ。その役割を担ったのが総大将である関王劉邦だ。実は劉邦がこの張良の策の肝で、ひたすら盛況な楚軍と項羽の攻撃を、一手に引き受けて耐え続けなければならなかったのだ。劉邦も死ぬ気で耐えなければ、項羽は倒せないってことか。項羽と対峙し続けた劉邦については、いずれ劉邦の動画で詳しく語ろう。さて、張良の描いた野兵戦略により、英夫、宝越は関につくこととなる。まあ英夫は項羽に反旗を翻して割とすぐ派遣された軍に敗れ、劉邦の元に命からがら逃げ込むんだけどな。あちゃー。しかし重要なのは関心が率いる軍団の北方約定が成功するかどうかだ。ではここからは、いよいよこの動画の主役である関心の活躍を見ていくとしよう。新たに左丞相に任命された彼の配下には、関英、宗信といった劉邦軍の中でも、屈指の将軍が配属されたのだ。それに加えて長攻めの際には長次も加わる。商人の出身ながら官軍で最も騎兵の運用に長けた関英や、後に将家と勲功第一位の座を争うほどの歴戦の将、宗信。これに一時は上山王だった長次と、随分豪華なメンバーねー。関心が北方の国々を落としてくれなければ戦略が破綻してしまうからな。当然関心の配下も一流を揃えたのよ。さて、このような陣容の関心軍団が最初に攻めたのが、正義だったぜ。一時は劉邦方につくも、北条の敗戦で項羽方に寝返った正義王義良は、側室の白起が、任宗民にあなたこそ天使を産む女性である、と言われたことから、我こそは天使となる人間なのだ、と野望を抱いたとされる。しかしまあこの話のうちは、白起が後に劉邦の側室となり、漢の軍帝を産んだ、ということになるように、別に義良が出世したというわけではない。説明。さて、前205年8月、関心軍団は正義に攻め込んだ。関心はまず、関英に一軍を与えて正義の要衝、湖畔を狙わせたのだぜ。しかしこの黄河屈曲部の要衝湖畔は、古くから戦国時代の新都議で、争奪戦が行われてきた場所だぜ。当然義良もこの湖畔に、軍の主力を集結させ、関英の部隊に対抗しようとしたのだぜ。関英は湖畔の対岸に軍船を集め、渡河の体制を整えた。
このように官軍と正義軍が睨み合いを続けている一方で、宗信と共に北方に進軍した韓信は主力を率いて湖畔の北華陽へ迂回した。軍船はすべて韓英の軍に回していたので、韓信は華陽に木桶で作ったいかだで、橋を架けて華陽の渡河を成功させると、韓信、宗信軍は、正義の拠点、安遊に侵攻し難なくこれを落とした。やる？この安遊陥落の方に義兵は驚愕し、急いで軍を返し安遊へ向かおうとしたところで、ついに韓英は渡河を返し、手薄になった湖畔の突破に成功。安遊に向かった義兵軍を背後から襲った。また同時に韓信も華の軍を攻め、東西から強撃された義兵軍は壊滅。こうして正義王義兵は捕らえられ、韓信は正義を平定することに成功したのだぜ。この時、東の安遊から声を上げ、西の湖畔から攻撃させた韓信の戦略は、正統撃成の策として後世まで語り継がれることとなったのだぜ。韓信、また一つ伝説を作ってしまったのね。前205年9月、韓信はわずか一月で正義の平定に成功した。劉邦はこれに大喜びで、次は大、さらに長も頼むぞ、と韓信に3万の増援部隊と、これらの地に詳しい長次が派遣され、韓信軍に合流したのだぜ。やったぜ、援軍に長次、これは心強いわね。長次は長の宰相陳余に追われて劉邦の配下に収まった武将で、陳余への恨みも深く、また何より大、長といった三世、華北方面の、地理に明るい、戦略家韓信からすると非常にありがたい相談役でもあったのだぜ。さて、前205年のウルー9月、大侵攻を開始した韓信軍は、長次の案内によってスムーズに進軍し、厚与で大の宰相下越を撃破し、これを切って10月には大の制圧を完了したのだぜ。9月に正義を、10月に大を平定、2月で2カ国制圧、韓信すごくない？ 8 月に出撃9月、ウルー9月、10月だから実際は4ヶ月なんだけどな。それでもやべえわ。さて大の王は陳余だったが、彼は趙の宰相として趙にいたので、大が制圧されても無事だったのだぜ。彼は趙王圧を補佐し、迫り来る韓信軍を防ごうと動いた、趙軍の大半に召集をかけたのだ。こうして趙圧と陳余は、20万の大軍を率いて、大から進攻する韓信軍の進路、正傾向を固めたのだぜ。この辺りの地形はこのように大江山脈があり、大から趙へ抜ける道は、限られており、韓信軍はこの正傾の地を通るほかなかったのだ。なるほどねー。正傾では趙軍20万が韓信軍を待ち構えていたのね。韓信軍には勢いがあるとはいえ、さすがに20万の大軍を相手にするのは大変ね。そうだ、しかもこの時、趙を攻めようとした韓信軍は総勢3万か4万程度、さらに趙には李斎という知恵者がおり、彼は陳余にこう検索したという。韓信は破竹の勢いとはいえ、その軍の動きはあまりにも早いため、主張が追いついておりませぬ。正傾の道は車一両通すのがやっとの相路ゆえ、関所の守備を固めて応戦すれば、韓信も容易に抜けますまい。そこで私に3万の兵をお貸しいただければ、迂回して後方の主張を断ち、強撃して韓信を捕らえてみせましょう。しかし陳余は、趙軍の方が韓信軍よりはるかに大軍であるため、正攻法で打ち破るべしと考え、李斎社のこの検索を却下した、正傾に放っていた患者からその経緯を聞いた韓信は、最も恐れていた策を取らぬと聞き北添えみ、趙軍との戦いで、比嘉の兵力差を一挙に覆す奇策を取ることに決めたのだ。この韓信の奇策こそ、彼の武名を正史に永遠に留めることとなる、排水の陣、だったぜ。排水の陣来たー？水を流すな。さて、こちらの突っ込みどころ満載の戦場図をご覧いただこう。だいぶ単純化してるけどまあ、雰囲気はわかるんじゃないの。この河川を矢がとい、南から北に流れ、土地を東と西に分けている。こちら東側にあるのが趙軍の陣であり、ここで大軍を要して、小勢の韓信軍を待ち構えていた。それに対して大の圧与から投進した韓信軍としてはまず、この矢がを渡るかどうかの判断が非常に難しいところだった。矢がを渡れば正傾は目と鼻の先だが、
趙の大軍が押し寄せれば、矢が押せにして逃げ場を失ってしまうのだ。無難な作戦を選ぶなら、矢が渡らずその西岸に陣取って成形の陳余の動きを待つのが上等策だっただろう。この図ではもう渡っちゃってるんですけど、総監心はそのような上等策を無視して矢が渡り、東岸に本陣を築いたのだぜ。関心は河川を背にしたその場所を決戦の場に選び、趙軍の到来を待ったのだ。しかし、宇都陽氏にも排水の陣は絶地なり、つまり川を背にした土地への布陣は窮地に陥る式となる、とされるように、関心の排水の陣には関の諸将もいぶかしみ、関心殿は一体何を考えておるのか、と不信感をあらわにしたという。しかし関心は彼らに作戦の真意を話さなかった。胸の内に味方にも言えない秘策があったのだ。関心は2000の軽騎兵で別動隊を編成し、山間から成形の、趙軍陣営に向かわせたのだぜ。騎兵たちには官軍のシンボルである赤旗を持たせて、よく見たら騎兵いる？このように奇策の駒を発した関心の目論見通り、戦況は動く。陳余は20万の軍勢の大半を率いて成形の陣営から出撃し、大軍でもって一挙に官軍を押し切ろうとしたのだぜ。今ご覧いただいているこの図はすごくわかりやすいのだが、本来はもっと関心の陣営と趙の陣営に距離があり、地形も山があるなど、複雑だった、ということはご理解いただきたい。さて兵法の心得があった陳余は、敵はまさに排水の陣である、と七に赴いた関心を笑い、官軍を殲滅しようと趙軍を進撃させ、ついに官軍の陣まで到達した。そして数に任せて猛攻を仕掛けたのだぜ。むむむ、数倍の趙軍の攻撃、これはピンチね。しかし官軍の兵士たちの士気は高く、血眼になって反撃したのだ。攻めているはずの趙軍を圧倒する士気の高さに陳余は驚き、なぜ士気にありながら官軍の士気はこれほどまでに旺盛なのか、と驚き、また焦りを感じていたその頃、関心の放った2000の騎兵が成形の背後に回り込むことに成功。趙軍陣営を落とし、持ってきた大量の赤旗を立てたのだ。成形の陣営の陥落、そして大量に翻る官軍の赤旗に、趙軍は背後に大軍が現れたと誤認、挟み撃ちにあってしまうと大混乱に陥った。関心はすぐさま全軍に突撃を命令。関心自身も陣営から躍り出て、陳余の本陣に切り込んだ。これが引き金となって趙軍は崩壊。瓦解した趙軍は成形の陣に引き返すこともできず、バラバラになって山あいに回走した。これを官軍は容赦なく追撃し、背後から盛んに追いかけ、山肌は赤く染まり、そこここに趙兵たちの骸が広がったという。陳余、趙王圧は捕らえられ切られたぜ。この戦勝後、部下の一人が関心に、この度の勝利はいかなる戦術によるものなのかと問うたところ、これを七に落とし入れて叱るのち生かし、これを、傍地に投じて叱るのち損す、武警七書。とあるように、兵士一人一人が必死になって戦うようにわざと窮地に置いたのである、と関心は答えているのだぜ。秦の時代の歴史家王明星は、関心のこの戦術は、一か八かの投機的賭けだったのではなく、兵法に裏打ちされた。正当な知識に基づくものであって、若き日々に彼が学び取った、ものである、と解釈しているのだぜ。関心がしっかりと兵法を収めていたからこその奇策、勝利だったというわけね。そう、ただ関心に敗れた陳余も兵法を収めた人物だから、結局のところ、兵法の原理原則の応用、天賦の軍裁が勝敗を分けたのだろう。この、排水の陣。は戦術の古典として長く陛下のモデルとしてあり続け、三国志でおなじみ矢の芝居も、諸葛孔明との戦いにおいて、排水の陣を敷き、強烈な交戦の構えを示して食軍の北上を阻止している。さす関心、まあ奇策の前段階、李左社の策を陳余が却下したことまで掴んでいる時点で、情報戦でもすでに関心は勝利しているよな。さて、関心の正義攻略戦やこの成形の戦いは、陽動で敵を動かしたり、あえて七に陣を張ることで敵の攻撃を誘ったりしている。これは関心が敵軍の動きを陽動や餌で操っていることに他ならないのだぜ。戦の主導権を握り、思い描いた通りの状況に持ち込み、そして敵を撃破する。これぞまさしく古今東西の名将の共通点なんだよな。
名称関心、名称関心。さて、そんな関心が超人 A で唯一恐れた人物がいる。それがリサシャだ。あの李牧の孫のリサシャは大変な知恵者で、関心にとって最も苦戦するであろう策を、陳余に検索したが入れられなかった人物で、関心は戦後彼を必死になって探し、丁重に幕営に招き入れて、今後の北方略定の策を求めたのだぜ。正義、大は平定、長は政経の勝利で平定の目処が立ち、関心の攻略目標は残すところ、縁と政だけだった。だけって程度じゃないと思うんだけど、これまで鮮やかな勝利を収め続けてきた関心だったが、さすがにこの頃には、官軍のやべえ奴が北方を荒らし回っている、ということで、二国とも関心を非常に警戒し、これまで攻略してきた国のように、容易に海戦を挑んでくるとは思えなかったのだぜ。ああ、国土を固く守られると、どうしても時間がかかってしまうわよね。武神公だって結局、政の平定はできなかったし。そうだ、加えて補給や兵力の問題もあった。奇策を用いて長軍を撃破したものの、ある意味で関心は、奇策に頼らざるを得なかった、とも言えるのだ。なぜなら、大攻略成功後、劉邦にまとまった数の兵を回収されてしまったからだ。劉邦へ、劉邦の担当した対抗羽戦線については、この動画では割愛させていただくが、こちらの戦線でも激闘が続いていた。しかも相手はあの項羽だ。英夫、宝越を味方につけ、劉邦も必死に食らいついたがやはり劣勢で、韓本国や関心から支援を受けなければならなかったのだぜ。そんなわけで関心は兵力を没収とされた状態で政経の戦いに臨んでいたのだ。案外ギリギリだったのね。そう、そして前205年10月、すでに趙を制圧しつつあった関心は、李沙社を見込んで、縁、政の平定策を尋ねたのだぜ。李沙社ははじめ、敗軍の将は勇を語らず、亡国の大夫は存続を図らず、つまり、敗れた自分が語っても仕方がない、と言って意見を述べることを断った。しかし、関心はそこをなんとか、と重ねて李沙社に方策を求め、ついに李沙社が語った方策はこのようなものだった。関心殿の軍が強いことはよく知られていますが、兵士は今疲れ果てています。彼らを休養させることが先決であり、今は趙の孤児たちを憐れみ、日々寄せられる牛や酒を死体婦や兵士に振る舞うのです。そして先に弁の立つ者を使者に立てて、北方の縁に降伏を進め、それから姓を従わせればよいでしょう。この策は関心の考えとも合致していたため、彼は喜び、李沙社の言葉に従ったのだぜ。これは、孫子、っていうところの、暴行編。国をそのまま降伏させるのを譲渡し、戦わずに屈服させるのを善の善とする、というやつだな。こうして関心は趙の占領政策に注力し、残る趙の地の占領を進めつつ、縁に降伏の使者を派遣したのだぜ。これにより前205年10月、縁の譲渡は関心に帰順し、戦わずして縁を下すことに成功したのだ。そしてこの年、前205年の関心の軍事行動はこれで終わったぜ。関心は前205年4月の劉邦の北条の大敗から半年で、正義、大、長、縁を平定し、お休み期間に入ったのだぜ。お休み期間、今までの人生分くらい一気に働いたから、ちょっとくらい休んだっていいかもね。さて関心がゴロゴロしつつ内政や連兵に注力している中、劉邦は項羽と激闘を繰り広げていた。劉邦配下の贅格随下により項羽に反旗を翻した旧項王英夫は、間もなく項羽の武将構成、劉書に敗れた、命からがら逃れて12月に劉邦に合流した。前204年の4月に入ると、項羽は劉邦の立てこもる京陽を、包囲し、苛烈に攻め立てたのだぜ。劉邦も必死に抵抗し、策を仕掛けて項羽に参謀半蔵を追い出させたが、5月になっても官軍の状況は好転せず、いよいよ食料が乏しくなってきて、結局劉邦は部下を身代わりにする策で京陽を脱出するに至る。劉邦は拠点を転々としながら楚軍と戦い、宝越も移動しながら楚軍に攻撃したが、こちらも項羽自身が出陣するとあっけなく敗れた。ただ彼自身は、なおもしぶとく生き延びて、少し経ってから復活するぜ。宝越もしぶといわねえ。そして6月、
ついに降雨は慶陽を陥落させたのだぜ。劉邦は今度は成功に入り、ここで降雨に交戦。しかし、成功も降雨率いる蘇軍に包囲されてしまった。むむむ、関心の北部戦線はスカッと気持ちの良い快進撃だけど、降雨と戦う劉邦の方は、ひたすら耐え忍ぶ重苦しい戦いね。そうだな。劉邦は家臣を身代わりにしてなんとか城から脱出したり、慶陽の落城で多くの将兵が戦死したりしてるから、こちらの戦線は見ていて辛いぜ。さて、降雨の度重なる侵攻によって身体に窮した劉邦は、今度は成功をも脱出し、北へ逃れたのだぜ。そして趙の地に入り漢王の使者を名乗り、関心と長寿に面会を求めたのだ。しかし朝早く到着したため、彼らはまだ寝ていたぜ。そこで劉邦は平剣の印である印と割り符を強奪。彼らが起きて事態を知り驚いたところに軍の配置替え、というか、軍団の取り上げを申し渡した。劉邦は彼らの軍を分取って無理やり自分のものとしたのだぜ。これが中国最古の寝起きドッキリ。劉邦は、先に長王となることを許していた長寿に、趙を守備するように命じ、関心の方は、趙の小国に任命し、趙人を挑発して征に攻め入ることを命じたのだぜ。こうして関心は起き抜けに、半年以上も手塩にかけて育てた精兵を失い、劉邦が関心軍をゲットして帰還したことで、官軍の士気は大いに上がったのだぜ。盛況な援軍を連れて帰還する王、成功で耐えていた官軍的には救世主だけど、関心にとってはたまったものではないわね。まったくだ。しかしこれにより対抗雨戦線は盛り返すことができたのだから、関心がゆっくり兵を休め連兵に徹していたことは、結果的にファインプレイだったわけだ。もし生と戦っていたら、劉邦に兵を渡すことも難しかったでしょうしね。さて、劉邦に兵の大半をかっさらわれた上に生を攻めろと命令された関心だが、前205年6月にこの命令が下り、動き出したのは10月になってからだった。関心は4ヶ月も趙に留まっていたのねー。そりゃあ軍事編成や補給を重視する関心だぜ。軍の立て直しとともに、農繁期から収穫期の軍事行動を避けた結果、10月の出陣となったわけだ。しかし、関心出陣の前月前204年の9月、劉邦は外交官歴域を征に派遣し、征との和平を取りまとめていたのだぜ。そこに関心は攻め込み、臨死まで一挙に占領。一月で降雨すら苦戦した姓の大半を制圧してしまった。だが姓王殿公、最小殿王は漢が騙し討ちをしたと激怒。歴域を釜茹でにして殺してしまったのだぜ。ひえー、この関心の精神公は、彼が幕下の税格解凍の勧めを聞いて、光明神から、歴域が取りまとめた漢と姓の和平を無視し姓を攻めた、とされているが、根本的な問題は関心と劉邦の連携が、まるで取れていないことだろう。劉邦が突然関心の兵権を奪ったり、関心に精神功を命じておきながら途中で方針を変え、歴域の策に乗って生徒は和睦したりと、関心と劉邦が戦略を共有しながら動いているように全く見えないんだぜ。このあたりの劉邦との連携不足については、関心の最後にも関わってくるところだと考えられるが、今は話を進めよう。関心は姓の西部を削り、姓王殿公、最小殿王は歴域を殺して、高密に立てこもったのだぜ。この窮地に陥った姓に援軍を出したのが高雨だ。姓まで官に取られては危険であると考えた彼は、劉書や周蘭らに、20万の兵を授けて姓の救援に向かわせたのだぜ。こうして始まるのが、関心軍対蘇軍の夷水の戦いだ。名将関心と対峙したその首相は、あの英夫も撃破した優勝優勝だ。しかも蘇軍はその数20万の大軍勢、項羽がかなり本腰を入れて、勢を救援しようとしたことがわかる。関心と蘇軍の初の大規模な戦、これは激戦になりそうね。さて前204年11月、北上した優勝は勢軍と合流し、夷水付近で関心軍と激突した、優勝はかねてから、関心を古墳、またくぐり野郎、と呼んで嘲笑しており、久しぶりに出てきたわね。またくぐらー関心の画像、関心はヤバいから持久戦に持ち込もう、という周蘭の意見を却下して、私は以前から関心のことはよく知っておる、あの男は単なる組みしやすい男に過ぎないのだ、
と、進んで関心に海戦を挑んだのだぜ。生地港の元にいた時のうだつの上がらない関心を知っていたから、勇者は舐めてかかってしまったのかしらねー。さて、関心軍と蘇軍&西王殿光率いる西軍は、伊水を挟んで退治した。関心は決戦の前夜、密かに1万余りの土のうを川の上流に積み、伊水の流れをせき止めさせたのだぜ。そして水量の減少した川を渡り、対岸の蘇、西連合軍に攻撃を開始した。そしてひとしきり戦った後、関心は退却の号令をかけ、官軍を引き上げさせた。これは関心の得意技、敵に餌を与えて食いつかせる偽装退却だったが、勇者は、それ見たことか、やはり関心は臆病者である、と勝利を確信して、全軍に追撃を命じたのだぜ。勇者、綺麗に術中にはまってしまっとる、連合軍が官軍を追い、溶かし追撃する中で関心は上流の土のうを決壊させた。すると伊水はみるみるうちに増水し、溶かし終えた部隊とそうでない部隊に、分断されてしまったのだ。そこに反転した官軍が襲いかかり、総大将勇者ごと連合軍は包囲殲滅されてしまった。伊水を渡れず残された連合軍も回走し、関心の追撃を受けて壊滅。西王殿光や周乱も捕虜となったのだぜ。そしてこの戦いで、蘇、西軍が壊滅したため、関心は西を接見し、翌前203年には西を完全に制圧した。消化に見込まれ、長領に期待された関心はここに北方薬艇を完遂したのだった。しかし、西平定、北方薬艇成功で栄光の絶頂にあった関心は、ここで生涯最大の岐路に立たされることとなったのだぜ。関心が西の広大な領土を支配下に収めた頃、劉邦と項羽は、荥攸を挟んで一進一退の攻防を続けていた。前203年に入ると、劉邦がやや優勢となり項羽の軍には疲れが見え始めていたが、まだ勝敗がどう転ぶか、予断を全く許さない状況であり、両軍の攻防は天下分け目の段階に差し掛かりつつあった。そこへ関心が、劉邦、項羽に次ぐ第三勢力として急浮上したのだぜ。というよりむしろ、関心の動向次第で天下がどのようにでも動く、関心こそがキャスティングボードを握る立場となったのだ。この時関心の取れる選択は3つあった。1つは、あくまでも劉邦の家臣として忠誠を尽くし、彼の命令に従うことだ。関心は西平定後、西の占領政策を成功させるために、自らを西の仮の王としてほしい、と劉邦に求めたことがあった。最初この要請を聞いた劉邦は、自分が項羽と死闘を繰り広げている時に、野心を剥き出しにして足元を見る、とんでもない態度だ、と激怒したが、長領と陳平のダブル還元を食らって考え直し、関心を仮の王ではなく、正式な王にしてやったということがあった。関心は劉邦から厚遇を受けており、依然対応なる主君だったのだぜ。表面上は、さて第二の選択肢は、劉邦と手を切り項羽につくことだ。西王となった関心のもとに項羽が使者を使わし、こう伝えたという。ぜひ蘇と連合して、天下を関と西と蘇で三分しようではないか。項羽が政治的な工作をするなんて、珍しいこともあるわね。それだけ関心の武名、勢力は無視できないものとなっていたのだ。項羽側につくのも面白いといえば面白いよな。劣勢になりつつある項羽に肩入れすれば、項羽に大きな恩を売ることができるし、勢と隣接する蘇と結べば、背後を気にせず勢力を拡大できる。確かに、面白いかも。そして最後、第三の道は、劉邦にも項羽にもつかない第三勢力として、自立し、死闘を繰り広げる劉邦と項羽の戦いを傍観、両者を疲弊させ漁夫の利を狙い、最終的に、関心自身が天下を取る、という選択肢だぜ。これは、当時関心の幕僚だった税閣回答が主張したことで、関心こそ劉邦、項羽を超える大器の持ち主で軍祭は彼らをもしのぐ、故に第三勢力として自立し、天下取りを目指すべきである、と、回答は強く主張したのだぜ。さて、これらの選択肢に対する関心の答えは、次回話していくとして、ご視聴の皆様がもしこの時の関心だったなら、どの選択肢を選ぶだろうか、ぜひコメントにて、意見を聞かせていただきたい。といったところで今回はここまで、次回蘇関戦争の結末と、劉邦の天下統一後の、
関心の末路について語っていくぜ。40分かけても終わらない蘇韓戦争。しかもこれ UFO サイドはカットしてるのよね。そうだぜ。やばすぎ新作だぜ。でも安心してほしい。次回でちゃんと終わるから。さて、関心動画中編。今回はここまで。今回もサクッと終わりにするぜ。今回もご視聴いただきありがとうございました。グッドボタン、コメント、チャンネル登録もありがとうございます。スーパーサンクスも、いつもありがとうございます。メンバーシップ登録もありがとうございます。そういえば、チャンネル登録者数も6万人を突破しました。関心だったら北方約定できるくらいの数の中国史好きの方が、チャンネルを登録してくださって、誠に感謝、だぜ。10万人登録を目指して、これからもゴーンゴーン中国史動画を、作っていくのでよろしくぜ。では、またぬ。また続いてしまった。